はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。維新がですね、NHK 改革推進法案を衆院に提出、3月24日、昨日のことだそうであります。報道、教育、福祉番組に特化し、組織を整理して受信料を下げろと。こういったものらしいんですけれどもね、ネットの反応です。民意を圧迫だから存在自体が有害、契約自体を任意にしないと意味ないのでは、エンタメスポーツ部門は民営化で郵政民営化より先にやるべきだった、なんていう意見がありますね。まあ、番組内容とか受信料の額、つまり料金とか、問題はそこじゃないんだよな。まあ、維新さんもですね、受け狙いで NHK 改革する気はあるみたいなんですけど、ちょっと的外れであります。やっぱり本質が見えてないみたい。どんな放送内容でもいいんですよ。どんなくったらねえことやってても、どんなですね、例えば日本の製品は決して取り上げないくせに、サムスンやファーウェイのスマホの新製品だったら喜んで宣伝するとかでもやってましたけれども、で、受信料がいくらだろうが別にいいんですよ。スクランブルしてくれればね。で、番組内容で放送で嘘ばっかりやってるとか、外国の製品ばっかひいきしてるとか、そういうのとか、受信料こんな内容でこの額は見合わねえな、高えな、ただでもやだな、なんて思えば、気に入らなければ契約しないだけですから、スクランブルにしてくれればね。あと、うっざいうっざい出勤にも夜中に来なくなるし、私一番ひどいのは夜中の1時に来たって言わず言いましたよ。出勤にね、 NHK なんか見ないから払わないという権利を認めろ。現状ではですね、いやいやテレビあるんでしょいうことで払え、なってますんでね、この権利を踏みにじってますからね。 NHK スクランブルでも開催いたします。3月27日、午後1時半東池袋中央公園集合であります。よろしくご参集ください。3月1日は1ドル114円でした。3月25日、122円になりました。6年ぶりの円安水準だそうであります。ネットの反応です。ルーブルを笑ってらんない。紙くず、ゴミくずでルーブル笑ってらんない。ドルが買われてるんじゃなくて、円だけ弱い。輸出企業は儲かる。物価高が貧困層を直撃やな。円安自体は悪くない。どうせ円高でも、大騒ぎすんだろお前ら、というような意見ですね。まあ右往左往、円安なら円安で文句言って、円高なら円高で文句言う人が溢れておりますけれども、民主党政権が故意に円高放置して1ドル78円っていう時がありました。会社がどんどん潰れました。輸出産業以外でもですね、まあ輸出産業が潰れちゃう円高で、潰れちゃうのはですね、まあお分かりかと思いますけれども、それ以外の産業も弱っていくんですね。なぜなら円高で海外から買った方が安いなってなったら、輸入品に押されて国産品が買われなくなっちゃうからですね。つまり内需がしぼんで、あらゆる業界が弱った。外国に売るのもダメ、日本人相手に売る内需もダメ、輸出品買ったのが安いっつってみんなそっち買っちゃうからね。結果デフレになったんですけど、民主党の円高放置でね。デフレはですね、日本語だと経済縮小ですよ、デフレ。デフレデフレって皆さん何気なく使いますけれども、経済縮小ね。つまりみんなでですね、貧乏になってったんですわ、円高によって、民主党のせいで。円安はですね、
帝国のためにとても良いことであります。まあ民主党の逆が正解ってわけなんですけどね。輸出品が売れるようになります。輸入が高くなって採算取れるようになれば国内産業が復活します。農産物や畜産物なども、国産大豆とか、国産小麦とか、あんまりね、見かけない。やっぱね、8割9割輸入になっちゃってますけれども、輸入がさほど国産と変わんねえなってなったらば、国産品が増産しますよね。あと豚肉とかね、牛肉なんかもね、経常収支の黒字額が跳ね上がる。日本は今12兆円ばかし年間、外国から金が流れ込んでくる黒字国でありますけれども、それの額が跳ね上がると。まあ単純に考えて、12兆円の黒字が、まあ 1.5 倍の円安になったら、それも 1.5 倍、18兆円になるってことですよね。外国人が出稼ぎに来なくなる。円安の日本でいくら働いても、本国に送金できねえなぁ。っていうことになってですね、外国人が出稼ぎに来なくなる。なんていいことなんだ。出稼ぎ目的の留学生も来なくなりますよね、これ。実質ね。あと実習生なんかも応募して来なくなって、これ。円安進めばね。いいことずくめですよ、円安は。円安こそが帝国にとっての利益であります。物が高くなっちゃう輸入小麦とか言ってるのは、じゃあお前らはみんなして貧乏になってくデフレがいいのか、いう話でね、そういう目先のことしか見えない人はほっといてですね。24日、志位和夫記者会見、野党共通政策として安保法制廃止が必須。一丁目一番地だ。立憲内に異論があり、調整は困難だっちんですけど、これ2015年成立したですね、集団的自衛権を規定した安保法制のことですね。それね、破棄しろっつんだわ。国会前で、しばき隊の豚ゴリラや、太鼓隊が嬉しそうに、でんでげでんでげ、反対運動してたやつですね。ネットの反応です。論外、貧乏神、ファンタジー、ガチヤバい連中。また議席減らしちゃう。さすがのアホ立憲も乗れんだろう。いや乗るね。立憲のバカは底なしだから。立憲は無党派支持者ごっそり減らしたからな。日本を破壊したい共産党の本領発揮、抱きついて自爆。わざと変なこと言ってるようだが本気です。本気でこれ言ってます。自民党が余裕ぶっこいてる。まあね、競争相手がこんだけおかしなこと言ってると、まあ余裕ですわね。ウクライナは降伏しろって言ってる橋本徹とか、共産党とか、バカテレビコメンテーターに見せたい地図がこちらであります。なんと、こんなに近いんじゃん、ロシア。何やっかわかんねえ、凶暴な国がこんなに近いんじゃん。帝国は全然人事じゃありませんね、ウクライナのことはね。ロシアにとって戦争行為の円資産凍結もやってるしね。帝国はよりもにもよってね、この時に集団的自衛権を否定するって、さすが志位和夫だな、さすが共産党だな。外観誘致主義がぶれないな。日本を破壊したいっていう衝動に駆られて何もわかんなくなってんのかな。立憲内に異論ありっつうならですね、左派は離党して共産党に行ったらいいんですよね。異論ない、共産党さんに賛成ですっていう、連中は立憲をさよならして共産党に行けばいいんですよね。敵は小粒になった方が殲滅しやすいと。つまり100人のとこと50人のとこがとこと戦わなくちゃいけないなんて場合ですね。そうでなくて、まあ75-75になってもらうか、それとも50-50-50に分かれてくれた方が
あ、撃破しやすい、いうのがありますね。さらに共産党、参院選公約のリーフレット作ったそうであります。その中でですね、米軍海兵隊は他国への名乗り込みを任務とする部隊です。こんな物騒な部隊に基地を貸している国は日本だけです。そうなんだ。日米同盟を破棄し、本当の独立国と言える日本を作りましょう。日米同盟の破棄を言い出しやがりました。それが公約だそうでね。ネットの話です。世界中が9条を導入するなら、核武装と9条破棄が前提なら、核武装せにゃ無理。こんなのが何十年も当主。相変わらずの言葉遊び。今ですら北朝鮮がバンバンミサイル撃ってんのに何言ってんの。よくまあこのタイミングでこれ言えたな。支持者向けのアピールだろ。ウクライナを見てのこの発言だからすごいと。今何言ってんだろうなって。まあ到底実現しない無理。日米同盟破棄に言ってですね、納得するあのバカ信者いるから、こんなバカ言うのもやめられまへんな。本気で言ってんだろうな、これな、きっとな。バカなことを言えば言うほどですね、納得してくれるもんな。なんせあの信者がバカだからな。世界平和、戦争反対言ってりゃいいみたいなもんでしょうかね。核も持たずに、9条はそのまま、日米同盟破棄で米軍を追い出す。あとのことはお前らが考えろ。みたいなですね。共産党支持者の脳みそね、詳しく調べたいもんですね、これね。左翼は甘え。って、前々から私言ってんですけど、左翼はひょっとしたら、幼児対抗してんじゃないか。子供に戻ってるんじゃなかろうか、と思ってきました。一目ね、左翼ってわかるように、おしゃぶり加えて、バブバブ言っててくんねえかな、思います。そうすれば、左翼って言って、近づかねえんだからさ、英国政府、ウクライナに新たにミサイル6000機。きっとこれ携帯型の小型ミサイルですかね。ジャベリンとかみたいな、スティンガーみたいな。軍資金40億円を支援すると発表。ついでに、緊急 G7 会合や、NATO で各国に追加支援を訴える方針。お前らももっとウクライナ助けてやれよと、言うらしいであります。ネットの反応です。無限補給は強すぎる。仲間が多いほど持久戦有利だな。まだまだおかわり来るよ。ロシアもうあかん。ロシア死んでまう。ロシアどんだけ憎まれてんだ。やりたい放題やん。もっとやれ。ウクライナはもう NATO ってね、NATO に入れてもらえねえけど、まあ実質 NATO みたいなもんだな。イギリスが張り切ってる理由はですね、EU 抜けたし、パイプラインでガス買ってねえし、ロシアの衰退は自分とこの国益であると理解してっからですね。日本も似たような立場なんですよ。隣国なんだから、しかも隣国なんだから、イギリスよりもっと張り切らなきゃいけない立場なんだが、これこの通り危機的状況になってんですからね。帝国こそ、ロシア衰退は国益そのものでしょう。でしょ、この地図見たらね。武器がダメってんだったら、ウクライナにね、食料とか医療品とか送ってやれって、なんかやれって、アメリカが守ってくれますなんて寝ぼけで言ってる林が外務大臣のうちじゃ無理なのかな。なんでこんな時に総理が岸田なのか、疑問に思っちゃう。ついてねえなーって、思ったりですね。カンナオトみたいな最悪のやつが総理になった時に震災起きたみたいなですね。岸田が総理になったからウクライナがこんなになったってすら思えてしまうような、感じがありますね。というわけで、デモによろしくご参集ください。デトックスジャパン。